はい、どうも。ですね。今回ですね、お話ししてみたいことはですね、日本で Facebook が流行らない理由ですね。日本で Facebook が流行らない理由。僕ね、全然知らないんですよ、Facebook って。何年か前にですね、なんかね、同窓会の写真、僕ね、結局出なかったんですけど、そういえば今日、なんか同窓会とか言ってた話がなんかあったな、みたいなので出なかったんですけど、なんかね、Facebook に入ると、なんかですね、同窓会の写真が見れるよ、みたいな、これ、見てみ?みたいな感じで、一回見てるんですけど、まあ、その程度ではですね、僕、Facebook は始めなかったんですけど、で、なんかね、誰かが周りで Facebook を使ってるような雰囲気はあったんですけど、まあ、特にですね、お誘いもなく、まあ、やんなかったんですけどね。で、まあ、話戻しますね。で、Facebook がですね、なぜ日本で流行らないかというとですね、というかですね、すごい車が通るんだけど、今日、雨でここクソ田舎なんだけど。っていうとですね、ツイッターはね、テレビが流行らせたんですよ。僕ね、テレビとかでやる前にアカウント作って、こんなの誰が使うんだよみたいな感じで使わなかったんですけど、多分菅直人が総理大臣ぐらいの時にですね、テレビで発表するわけですよ。菅総理が、なんか国会の方に向かってるけど、なんかちょっと遅刻するらしいよってツイッターに載ってましたみたいな。そんなことテレビで言うみたいな感じで僕は思ったんですけど、多分あの辺でアカウントを作ってみんな使うようになったんでしょうね。で、Google もですね、あれ、Google 流行らせたのって、創価学会なのかな?なんかね、いや確かに、ヤフーの検索にはですね、不満はあったんですよ。不満はあったんですけど、その頃にですね、やっぱ Google でしょ、みたいな。とかね、Google かすとかね、とにかく Google で検索しろっていう、煽りがね、ネット上でもう暴れ回ってましたね。ということでね、Facebook を日本で流行らせて、いや、個人レベルではですね、多分ね、10人に1人ぐらいはやってるのかな、っていうイメージなんですけど、テレビとかを使ってですね、流行らせてないですよっていう、ところですね。はい。もう、雨がすごいな、もう。帰ろうかな。はい、以上です。